マコナクチャンネルです。前回姉川の戦いが終わったところです。もう全て滅ぼしていきましょう、浅井家を。これは沢山から行こうかな。あ、沢山城主お市とかなってますけど、いいのかなこれ言ってしまって。特に新しいイベントなどは発生、あ、いや発生したな。今日二条御所、あ、これは信長本因坊か。意外な人物であった。あ、松永久秀が。これ想像の時はね、信長と松永久秀が仲良くしていたので、この足利義昭がなんか信長に対して嫌な思いを抱いたっていうのがあったんですけど、今回逆ですね。松永久秀を呼んでなんとかせえと。さて、ということで信長に兵を向けることは当たるなと。軽々しく仰せになってはなりませぬぞ。企みというものは軽々しく人に言うものではございませぬ。味方になると分かりきっているもの、味方にならざるを得ないもの、これらのものにのみ話すべきでございます。なれば味方にならざるを得まい。武士に刃の脅しは通じませぬ。うん、助けましょう。それに信長はもうとっくに気づいている。さて、この信長包囲網はどうなることやら。いいですね。あ、ちょっと待ってくれよ。武田信玄もひょっとして包囲も加わんのこれは。ちょっと待ってくれよ。信長包囲に参加、市議さんで兵を挙げることになった。なんかここでまたイベントありそうだな。ちょっとこれ即座に沢山攻めるのはやめた方がいいのかな。あ、武田信玄でも助力してくれる。全然武田信玄動いてないぞ。本願寺は、まあ、朝倉もしようがない。あ、これは宣戦布告か。いろんな勢力がまた、どうなるんだこれは。また物もらっちゃったな。これどこ、家康に行く。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。それは想定外だぞ。これどちらにつけばいいの。もちろん徳川しかないじゃん。あー、どちらにつかないって手もあったな。あ、これなんかまたイベント発生した。第六天魔王降臨。あ、武田から結構辛辣なイベントというか言葉が、あ、延暦寺を焼いた剣ですなと言われてしまってる。貴殿のごとき天魔の変化を放ってはおけぬ。近々上洛し、その首頂戴戦。いやー、来ないでくれ、もうちょっと待っててくれ。あの同盟切れるのかな。あー、武田攻めは、武田攻めじゃない、武田が徳川攻めしたのはイベントの流れもあってか。終わりの殿なんか言ったぞ、なんか言ったぞ。終わりの殿だけに終わりが笑えるとか。うん、天台座主左門信玄でいいのかな、読み方。天台宗のことですよね。うん、比叡山の主、天台宗における最高地位を指す。なんという凶慢。いつ信玄が天台座主になったのか。うん、甲斐に延暦寺を移そうとしている。あの欲深坊主が天台座主となと、すごい物言い。
そこで俺は第六天魔王信長と返してやったわ。どこだ、どこだって言われてもね。仏教用語で修行を妨害する悪魔を指す、魔物を指す。信玄の偽りの仏道修行を邪魔しようということですかな。ああ、これこんな意味があったのか。よく第六天魔王ってね、信長を称するときにね使ったりしますけど、特にゲームとかではね、意味がよく分かってませんでしたが、意味はちゃんとあったってことかな。これは実際に使われていたかもちょっと私は分かってないんで、さて信玄とも対決か、楽しくなってきましたね。しかし実際は信長が仏法の守護者を自負する信玄に対し皮肉で自称したものだと伝わっている。ああそうなんだ。さーて条件いろいろ見ていきましょう。まず二条五将制圧するは分かりやすい、浅井家滅亡も分かりやすい、朝倉家滅亡も分かりやすい。これどういう順番でやればいいのかな。で信義山を包囲する、これもまあ分かりやすいっちゃ分かりやすい。まあいずれにしろ浅井からかな、というかね二条五所に行くルートでもあるので、先にここ行ってしまいましょう。すぐに武田がね来るわけでもないんでね。おっと、なんか浅井貴様さは四川山の方に行ってるな。なんでだ。あ、そしてなんか向こうが行ってるな。なぜだ。これは小谷城の防衛か。小谷城に来ると思ったのでそのような動きになったというお話でしょう。で今武田は、あれ武田は徳川行くって話はなくなったのか。なんか動きが見られない。じゃあ沢山はまず強行で終わらせます。全部小谷城の方行ってる。あ、の地勢は取られたな。取りに行かなきゃいけない場所が増えてしまった。我が野望、何人たりとも止められぬ。さらに行軍続けましょう。あー、小谷城は上限8900までか。俺に続け。これ逆にマイルズこちら側清水山城行ったらここ上限5万まで戦えるんで、俺に続け。逆にもう周り全部取ってから行くって言ってもね、これ逆で逆、あ、いや後瀬山にじゃなくて沢山に来る気配あるぞ。これぐる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 取って取られてよ、繰り返す羽目になりそうだな。ちょっと待ってね、これどうしよっか。そのまま、まあ武将置いてないから取られてもいいや。とりあえず清水山城行こう。敵がどういう動きするか。こっちも強行で清水山城取りましょう。まあしょうがないしょうがない、ちょっと面白かったけど。受け入れよ信長が作る新しき世。でさらに後瀬山ももう攻めちゃいましょう。この後の浅井の動きが気になりますね。ああ、またなぜか武田が神前を、さっきの話は何だったんだ。報告いたします。人を煽るだけ煽ってきてね。三好との戦が長引き和平を望んでいる。あれ三好とは送ったような気がしたけれども、送ってなかったか。いやできなくできなくなってるな。ちょっと厳しいな、民中の問題が。清水山城に武将を送りたい。では様子見ましょう。またこれ清水山城来たりね、浅井長政、さすがにそれはないか。で後瀬山はこちらは一気に終わらせましょう。もうもともと耐久低いんであっさりと。でさらに行軍でまた清水山戻りましょう。進めと思ったらそっちに来るか。どちらを決戦場にすべきだか。清水山の方が確か、あ清水山じゃないよ、沢山だ。果たせぬか。移動場所を間違えてる。行くぞ。こちらの方が上限がね、扱える兵数の上限多いのでこちらの方が有利に戦える。あれちょっと待って、浅井長政との戦いの前になんか向こう側にも足利が今動いたの見えましたけど、
まあ、兵数は3倍近くあるので、こういう時はあれ今まだ徳川家康と本多忠勝ここにいるんだけど大丈夫か。武田家じゃなくて徳川家はお見せしよう。全軍突撃、お任せしましょう。もう横槍入れて強撃も行い、六天魔王が今出ましたね。どんな効果あるのかちょっとよくわからないですけど、これ見ただけじゃ。だが攻撃力303になってますね。率先して攻めて周囲を奮起させるという効果だそうです。ああこうやって見れるのか、三河魂の三玉、守りを固めて耐えるとかね、三玉乱太郎みたいな感じでね。あなたに見切れますか。これひどい、磯野さん一人でなんかかごめやられてるような。全員に取り囲まれてる。ひどいぞこれ。あでもなんか鉄砲撃たれてるな、そんなことやってたら。敵の居場所が知れました。いや磯野さん頑張った、ちゃんとね行為の役割を果たした。切り込めました。うん、この一部隊と、あ、お市さんがいる。お市さんと長政がおとり挑発やってきた。お市杉さんです。さあかかってきなさいという、いやかかることはできないけど、信長がお市を迎えに行ってますね。ここちゃんとお市の方にね線が引いてあるっていう。我が策お聞きくだされ。この策で参りましょう。妹を迎えに来たぞということで、あとわずかではあるけどなかなか終わりはしない。大市がなんか逃げてくる。よしと、なんとか戦況を傾いて。負けるとは。天も人も俺に背くことは許さぬ。敵の戦意も減っていくのでここからは一気でしょう。うん、もう浅井を見限って仲間になる人がちょこちょこと現れてる。沢山は先ほど戦ったところなんで、もう耐久も低いんであっさりと。さらに行軍小谷城行きましょう。俺に続け。あこれ小谷城で最後、いや違うな、曽山城があるな。待てってのは、ああ小谷城のところに選択してなかった。よし、一人たりとも逃すな。また強行で出てくるか敵は。あこれ三条で一騎が落ちた。ちょっと待ってくれよ、これ三好とのね戦闘長引いてるのが一番効いてると思うんだよね。三好とはもう14ヶ月1年以上戦闘してることになるんで。だがこれ交渉しようとすると多分直前に信長包囲網があって三好も加わったので、以前の戦闘からさらに追加で期間がね加わってしまったみたいな感じで、多分戦闘開始してから数ヶ月ぐらいはできないのかなと。交渉ちょっと厳しいかな。この辺りは中世36、32、厳しいね。とりあえずこちら側の戦闘は急ぎましょう。織田以上取り終え、これそのまま曽山城行けるな。あじゃあ曽山城行こう先に。進め。山があろうとね、何の園みたいな感じで取り囲め。最後浅井長政倒し、俺の天下よ。惜しみなく愛は奪うというタイトル。彼の分は尽きようとしていた。うん、お市はここから逃げよと言われている。実際ね返されたっていう話ですから。なぜ兄と戦おうとしたか。朝倉家に刃を向ける兄上を見過ごすは義にも取る行為であったゆえ、まあしょうがないっちゃしょうがないけどね。戦うことを望んでいたのかもね。まあそういう話を今書いてありましたよね。
なるほど、妻がいたから野心が芽生えたみたいな話を今してましたけど、結局お市のね、子供娘3人はね、それぞれいいところに嫁がれていってますんで、本当に歴史を動かしたね人ですよね、お市も長政も。というわけで、浅井家は滅び、お市は落城寸前に城を出て保護されて、その娘たちにより後世へと引き継がれていく。さて、ここでまた有力武将大量に手に入りました。で、原稿録ピカピカ光ってるんで、これピカピカ光ってるけど、この中の誰がそうなのかっていうのが表示されてないんですよね。これ信義山包囲もちょっとやりたいな。で、まあ一つね、浅井家滅ぼすを達成。室町行くか朝倉行くか迷うけど、とりあえず一旦解散。あー、これあれか、なんか左側すごい激横マーク、この三好と織田のところあるので、これがあると停戦できないとかあるのかな。ちょっと他のところできるかどうか見てみましょうか。いや、他もできないか。うん、ちょっと理由がわからんな。まあ多分これは継続年数、月日が長すぎるので激横みたいな感じなのかな。ちょっとこれ兵戻るのを待ちましょう。これ一気発生率低下の効果が今あるので、これ選びます。これで表情を終える。で、せっかく織田二条取ったので、ここには秀吉入れましょう。今秀吉清洲城にいるとのこと。あれ、今回ネネってどこにいるんだろうな。ネネが出てきてないような気がする。あれ、今回秀吉は独身貴族になるのか。松さんはいるんでね、ネネがでも発見できてないっていうあれ、どこ行った。あれ、これおかしいな、人物性質のところにいないんだけど、これはどこ行ったんだろう。本当に何かイベントとか起こさないといけないとかあるのかもしれない。だがその起こし方が特にはわからない。では朝倉攻めをやりたいなと思うけど、うん、戦線しましょうか。いや、その前にこれあれかな、足利やってしまった方が良さそうですね。で、この左上の数を少しでも多く減らしておきましょう。これは徳川家康まだついてきますね。まあいいや、とりあえずこれでいきましょう。進め。大丈夫なのか、家康はこっちにかまけていて。武田からね、攻めてくるんじゃないかっていう恐れが。おっと、また何か言ってきたな。まあこれぐらいのお金であれば、で、官位をくれるという話。でも官位の効果が分かんないからね、それ意味があるのかっていうね、そういう話になってしまう。うん、三好との戦が長引きは分かってるんだよな、こっちも。だが交渉がまだできない。なんだろうな、これ下がりすぎるとダメとかあるのかな。この170とかね、一応親善や、でも親善やってもダメな時ダメだったんですよね。まあその前に親善自体ができない状況。これそろそろどうなるんだろうな。忠誠27まで下がってます。あとこれならば本願寺も合わせて攻めよう。こんな感じで、皆の者進め。二方面作戦。うん、敵久しぶりに少ない部隊数。我が力お見せしましょう。我が力お見せしましょう。ここはもう全軍突撃で行きましょう。浅宮の戦い。
覚悟してもらおう。さあで光秀が将軍家に歯向かう。我に続け。放て。制殺与奪、すべて勝者の思うがままよ。信長以外の声聞いたの久しぶりだな。信長が出るとね、あの戦闘が有利になる効果の志があるので、なので常に出してますけど、まあ、本来であればね、いろんな舞台出してもね、問題は実はないっていうね。ことじけなし。さてここもう強行で、この城もらい受ける。さて浅宮城を取り、これはさらに二条御所行ってもらいましょう。さて義明自らまた出てきましたが、これも突撃でいいんじゃなかろうか。もう2部隊しかいない。足利義明も間もなく回想状態。これでほぼほぼおしまいでしょう。あと一旦突撃終わるの、できれば一つ倒せばほぼほぼ、あもうね、一気に戦攻ゲージというか戦術ゲージというかゲージが振り切れたんで、勝たねば生きる道はなし、それが乱世。なんかここら辺の今湖がすごい四角が見えてんだけど大丈夫かこれ。よし、これ光秀はなんだ、手前で止まってるように見えるけど大丈夫か、行ってくれてるか。おっと室町幕府滅亡。これ包囲するだけでそういえば達成するという話だったので、ここは強行とかせずともね、よかった。ついに室町幕府の終わりとなります。わしがいなくば、幕府がなければ、この天下は回らぬ。試しにいなくなってみればよい。でもね、これ別に討ち取るとかではなくてね、京都から追放されてね、また次の第二次信長包囲網もね、実際は起こるので、ゲーム中に起こるかどうか分かりませんが、想像の時にはね起きましたね。前作ではさあで将軍の位など命を懸けて望むものとは思っておりません。今日の外までお送りしろ。愚かではなかったんだ、されど将軍の位に今日に甘えたなと。というわけで足利家がこれで退場です。室町幕府滅亡で安土城築城の開始というイベントが、さて庭長秀が一番の古株、屋敷、新しい屋敷を作れ。屋敷っていうとね、普通の家作っちゃいそうですけどね。今日の公家どもの屋敷のようなカビ臭いものはいらん。俺にしか住めぬ屋敷を作れ。しからば城ではいかがですかな。ああなるほど。ああそうなのか、安土城って人も住める城だったのかな、この言いようだとね。基本的に城ってそこに住むんではなくね、まあ何か用があるときにそこを使うみたいな感じですからね。普通に普段住まいの住居はすぐ脇のね本丸にあることが大抵なので。実際安土城がどんな城かは分からないですけどね。軍事的な機構よりも天守の政治居住機構を重視したと言われてるそうです。それは確かに珍しいですね。さて
おっと、また何かあるか、なんかすごい右上光っててなんだこれはって感じになっちゃいますけど、では光秀の舞台を戻しましょう。そしてここは条件達成したからピカピカ光ってるんじゃなかろうか。3年間観音寺城を守るはね、もう周囲に敵いないんで問題ないでしょう。あと朝倉家を滅ぼすをやっていく。他はまあ市議さんか、そっかそっか、こちらも包囲をしないといけない。これ別に信長で包囲しなくても良さそうなんで、あっさり終わりそうです。あー、なんか本願寺との関係も悪くなってるけど外交できないんだよね。じゃあ先に、これひどいことになりそうだな。民中制度31少し上がってるな。本願寺倒すんであれば北行かないといけない、北もね。でそうなるとここ朝倉も通らないといけないんで、じゃあ朝倉にも宣戦布告して一気に倒しましょう。俺の波動を阻む者生かしてはおけぬ。徳川が味方に、なんかだんだん味方が少なくなってきたな。さて石山御坊は取り付きました。強行やって、まあ3550しかないんで、ここは一気に終わることでしょう。よしろ、わしがいただくぞ。さてでこの後なんですが、これ三好を倒さないとダメなんじゃないかなって思うんだけど、三好倒していかないと自らではこうはできないんですよね。交渉、うん、できないんであればもう滅ぼすしかないような気がする。このまま洲本城行けるかどうか分かりませんが、狙ってみましょう。これまた表情で一気発生低下ありますんで、これも選びましょう。おっと、上杉と信玄が、武田家が戦いそうな、これは迷うな。でも武田敵になったんであればと思うけど、まあ関わり合わない方がいいですね、こういうことは。ほっときましょう。さて一条谷城どうなるか。まあやっぱ敵の方が早いか。まあそりゃそうだよね。ここでの戦い、一条谷の戦いも終わりそうです。義景もあっさりですね。天も人も俺に背くことは許さぬ。もう全軍突撃でも3倍ぐらいのダメージ与えてましたんで、今後も全軍突撃で良いんじゃなかろうか、よほどのことがなければ。よし、一条谷城終わり。でこちら洲本城取り付いてますね、いつの間にか。で秀吉の部隊がいるので、これさらに奥行けるかな、というか行かないともうどうにもならないんで行かせましょう。これまだかな、外交交渉向こうから来ればいいんだ。あ、これなんか丸いゲージ、あ違うな、関係ないか、これ単に包囲してるだけか。なんか丸いゲージがあるから、あれが溜まりきれば外交交渉また再開できるのかなとか思っちゃいましたけど、勝山城終わって最後朝倉山城進め。おっと、なんか突然こんな画面切り替わったから一瞬不具合かなと思ったけど、当家が支配する山城の各証券が発展連携し大証券を結成したようです。これによりさらなる収益が期待できますということだそうです。ここ洲本城、まあ部隊数は少ないけれども、こちらも武将数、まあ部隊数少ない、向こうは部隊数少ない、兵数はこちらも少し減らされているような状況だと思います。だがやはりもうこれでも全軍突撃でいいんじゃないかな。ちょっとこれやってみましょう、どんな風になるか。あまり兵数が変わらなくてもね、部隊数変わればそれだけで有利に運ぶでしょうし、まあ何よりこちらの方が陣敷いてるんでね、問題ないと思います。おっと、島左近の勝利、見事な戦で結果5倍ぐらいの兵を倒してますね。戦場にいた兵数はそれほど変わらなかったものの、部隊数もやはり相まってか、
で、洲本城も取り、手を打とう。じゃあこのまま行軍となるんですが、これ南側行かせましょう。出陣するぞ。で、秀吉に松髄城狙ってもらう。おお、ここで志まだなんか効果あるのか。達成してなかった。特性効果解放、なんだろうな、塀のぶりの効果が一つまた解放されたようなんですが、これ高屋城ほか13城で一揆が起きました。今月はこれらの城で農民に支持はできません。報告いたす。あと兵糧がこれ2万ほどね今使ってたんで、いや三好とはもう交渉したいんだけどダメなんだよね。で、志は軍役免除、拠点に農兵がいない場合農民の納める兵糧が増えるというものが加わりました。もうできるだけ急いで倒していきましょう。ここ朝倉山も一気に終わらせ、朝倉家はこれで滅び、武将も手に入りましたが、まあ大した武将ねいないと思います。そしていよいよ本願寺、こちら側も信長対本願寺兼余の戦いが始まります。ここは強行やりましょう。松髄城、おっと、長浜城主秀吉、小谷城と今浜城は場所が違うってことか、今の話だとね。これゲーム中に同じ場所でも実際に行ってみたら場所が違うっていうのは結構ありますからね。同じ場所に城を築いたかとね思いきやね、そうでないってことが多い。というわけで今浜城、その名前が長浜城になるというね。さて、わしらしい城、京にも近い良い場所、いずれわしも天下を狙う一人にということで戻ってきた名を改めるのだ。天下に知られようと恥ずかしくのない名を考えておけ。まあ木の下ですからね、あんまりね人の上に立つような名前ではないですよね。長浜の城下町は後の大阪伏見などの大城下町の雛形となるものであり、すごいね。これで羽柴と丹羽長秀と羽柴、柴田勝家の名前をね一文字もらってもこのような名前にね羽柴と名乗りましたというお話。さて、武田と上杉やり合ってますね。もう終わりか、口ほどにもないの。さて、秀吉が事じけなし活躍をしている。参るぞ、出陣します。これ全部落とすのは大変かな。これ4000、7000とか結構な兵数いるんですよね。だからまあそれをおっと、ちょっとこれどうするかな。秀吉を下に行かせて、出陣します。島左近を上か、島左近を行軍で上の方行かせる。出陣するぞ。で、原稿録もまたピカピカ光ってるんで、これは長浜城主秀吉が誕生という話。松永久秀も早く行かないといけないけど、まだ5年ぐらいね余裕あるんで、4年5年と。さて、いよいよ本願寺兼余と織田信長の戦い。ここも全軍突撃で一気に終わらせましょう。
兵数差は 1.5 倍ありますんで。おっと奇襲いきなり来たな。信長が終わらせる。まずは手前側にいる下妻雷電から、これおとり部隊ですね。ということは鉄砲飛んできそうな気もしますが、これ全員で囲って倒すになれば鉄砲を少しぐらい耐えるぐらいの余裕はあるんじゃなかろうか。回想状態、さすがに一人じゃどうにもなるまい。敵の居場所が知れました。敵が1部隊来ているけれども2部隊か。特に向こうは鉄砲を持ってるわけでもないのか、なんか鉄砲での攻撃はなさそうですね。放て。敵の居場所が知れました。さて下妻雷電あとわずか、というか上の戦力ゲージがもう少しで振り切れそうです。うん、倒したならば上のゲージがあっさりと傾き、天も人も俺に背くことは許さ、一気に3倍ぐらいダメージ与えてますね。逆に敵の踊りの作戦が失敗したみたいな感じになってます。じゃあ強行で小山御坊まで一気に終わらせましょう。では進んでいきましょう。これ米の消費がものすごく多くなっているので本当に急いでやらないと、米不足でなんか倒されそうな勢い。まずはこちら側、小山御坊を取ればこちら側の部隊は一服となるので、まあ急いでもらいたい。一方秀吉の方も強行やりましょう。朝廷の使者、いや今お金ないぞ。いやお金はあるか、米がないので、まあお金だけであれば払いましょう。よし、これは引田城か引田城かどちらかがわからないですが、名前見てみましょう。かたじけない、引けた引きでもなく引くでもなく引けた城、かきくうけのけですね。一個後ろに向かったみたいな感じになってますね。総合の城ここ落とせるかな。8000の兵数、これは見るのが両方あって大変。ちょっと小山御坊先見て、なんとか信長早く解放したい。今強行やったんで、こっちに敵集まってたけど集まった敵がいなくなってる。さて月替わり、これもうあと兵糧1ヶ月分あるかないか、そういったところ。いや三好とは本当こうはしたいんだけどな。だって未だにできずにいるから。で米多分かなりかかってるのは単純に、ありがとうございました、まあありがとうございました、兵出してるからっていうのもあるんだろうけれども、多分民中が低いからっていうのもね影響してそうですよね。35、32、31とかね。それでも持ってる方だとは思います。まだまだ連戦しててもね。では三好もあとわずかだと思いますので、ここ頑張りましょう。もう一踏ん張り、わしがいただくぞ。まず一つさらに取って、片付けない。これはこちら側の角度から向かわせましょう。手柄を立ててみせようぞ。あと2箇所なのでね。でここ今敵部隊いるんですが、これさえ落とせれば、あでもこれ別のところ向かう気配あるな。これさえ落とせればもうほぼほぼ勝てるんじゃないかなと。ようやく信長の方は坊さん退治が終わった。下妻雷電なども仲間になります。でこれは騎乗、これで兵糧問題はある程度回復するのかもしれません。おっと蘇合城も取りましたね。片付けない、手を打とう。進め。さあでいよいよ大詰め。あびっくりした、こっちに来るかと思った。大友と龍蔵寺の戦いが
ここ変なところでぶつかったな。ここも突撃でいいかな。ここの部隊さえ落とせばあとは秀吉でお任せできそうなので、ちょっと一部隊だけね、兵数少ない300ぐらいの兵がいますが、突撃で終わらせましょう。これは敵も突撃か。これひょっとしたら敵も突撃隊になってるな。まさかの突撃隊突撃、両方とも。こっちはもう米がないから大急ぎで、向こうはやけくその突撃で、なぜか2人とも突撃で一気に戦いが運ぶが、明らかにこちらの方が上。ゲージの溜まり具合、敵の回想状態、圧倒的にこちらが勝ってます。これで三好もおしまい、勝利。勝って兜の王子2倍ぐらい倒しました。おごるでないぞ。さてどちらが先につくか。よし、両方取り囲んだ。一気に強行やって、ここで兵糧を見ていきましょう。どれぐらいになってるか。岸和田ほか23の城で一騎が起きました。報告いたします。米あとわずかでもまだ2ヶ月持つ。米買いましたんでね、それで多少余裕ができている。まずは天霧城を落として、これはもう返して大丈夫でしょう。戻るぞ。で、あと一つ取ればようやく全ての問題が解決する。仲間すべて入れて、騎乗をやって、多分これで中世問題、民中問題は多分次のターンで回復すると思います。あとは松永久秀最後のメインディッシュをいただきに行きましょう。お、ようやく武田と徳川が和を結び戦をやめたようです。武田より交渉、今度はこちらに同盟か。まあ受けておこう。最後のけじめ、松永久秀、これを打って信長包囲網、すべて終わらせましょう。これでいよいよ松永久秀のこれ最後になるのかな。一回は許されるという話ですからね。許す、大和に戻り俺のために働くがよい。貴様は強き武士よ、思うがまま欲するがままに生きてみよう、ということで許された。再び背くかもしれませんと言ってますが、さて久秀が望むものは何かと言われてるが、期待通りの活躍をしたのか。というわけで無事すべての戦国伝、まあ原稿録か、先月の終始でございます。ちょいと見てみましょう。特に新しいのは出てない。安土城建設か、築城がまだ終わってないが、これはもう少し時間がかかるのかな。とりあえず、あ、でこれ普通に同盟関係になるんですね。仲間になるんじゃなくて、なんとか長い戦いを制して信長包囲網を防ぐことができました。今現在このように全国マップはなっています。勢力もちょっと見てみましょうか。人口はもう明らかにトップ、拠点数も44とトップになっています。これどうすれば総武事例の条件達成するかはよく分かりませんが、そのあたりも含めて今後やっていきたいと思います。この続き興味ございましたらチャンネル登録して次の配信連絡お待ちください。ご視聴ありがとうございました。